今回は9月1日に金沢競馬場で行われます犬和師匠の予想を発表します。私の本命は8番ランガディア、対抗1番サノサマー、他の印は3番ティモシーブルーに4ストーンリバー。8番ランガディアは前走ダートクレート競争マーキュリーカップを3着、やはり岩手では実力が強く、ここ金沢に遠征でも実力は上位ではないかと思います。やはりまあ重賞3着っていうのは実力があると思います。1番のサノサマーは前走100万石賞 2100m だったんですが、まあ、そこでちょっと負けてしまったんですが、 2000m の都市家杯、そこでは勝っているため、ここ猪苗賞 2000m なので、すんなりと勝てる可能性もあります。3番ティムシーブルーはその都市英杯の時に2着ということで、まあ、実績出力は申し分ないと思います。4ストーンリバーは、まあ、園田からなんですが、重賞でも安定した成績を残しているので、ここ金沢の 2000m でもいい成績を残せると思いますので、印を打っております。私の推奨する買い目は8番のランガディアから 1,3,4 に流し3連複です。どうぞ皆さん検討お願いします。